明けましておめでとうございます。ハレリアの大塚です。ハレリアの津村です。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、去年の12月21日に最終回を迎えました、はい、ハレリアコンバットですが、なんとご好評につき、ハレリアコンバット2としてリニューアルをしました。イエーイ。はい名前が安直オブ安直まあもうね、はい、皆さんせっかくハレリアコンバットでも、はい、覚えていただきましたし、はい、ハレコン2として、はい、やっていきたいなと思います。ハレリアコンバット2についてですね、はい、何が変わったのかっていうことなんですけど、はい、まずね、まあ、一番変わったのは、まあ、タイトル変わりましたよね。まあ2、ハレリアコンバット2になりましたよと。はい、ね、うん、まあ、僕の中でですけど、はい、ハレコンは回数が重なるにつれ、はい、台本が手抜きになっていく今回とはいよいよ何も書いてないそれが残念でならないです。やっぱ台本を読んでるふりしていかにむちゃくちゃをしていくかっていうのがハレリアコンバットの醍醐味かなと思ってたんですけど最近はちょっと僕があまりに無視するから書いてくれなくなったという好きにやってくれと話してるね、はい、第1回はですね、はい、禁止解除モダンの対戦をお送りしたいと思います。禁止解除モダンということですね、まあ、禁止解除モダンですね、はい、今までまあ結構何十枚か禁止カードあると思うんですけど、はいはい、それを全部解禁して全部、はい、全てのモダンのぶっ壊れたデッキカードをね全部使えるようにして悪夢のプロツアフィラデルそれを、まあ、全部解禁したデッキを使って対戦したいなと思います。そうなった場合モダンの最強デッキって何になるんですかね。いや、わかんないですね。本当にいろいろ、まあ、なんだかんだジェイスも長いこと解禁されてましたけど、はい、一回解禁されてみると今はテフェリーに枠を奪われてたりとかしますし、はい、やっぱり昔と今だと評価が変わるカードって結構あるかもしれないですね。ダークデックスとかも強そうですけど、まあ、レガシーで大活躍してますし、そうそう、モダンだとどれぐらい強いのかちょっといまいちやってみないとわかんないですね、うん。また神話だとね、あのアーティファクトの土地、ああ、そうですね、色付きの土地が全部解禁されたりとかして、なんか本当にすごいことになってしまうんじゃないかみたいな。スカルクランプもある。はい、辛いです。フルパワーのシーン、はい。というわけで、今目の前に2個デッキがあるんですけども、はい、まあ2人ともどのデッキが用意されてるかちょっと知らないですね。はい。須田さんどっち選びますか。こちらで即答。即答。もうちょっとなんか悩んで。なんとなくこっちからみたいな。じゃあ、まあ、向かった方を使います。まあね、7枚見るまで、まあ、どういうデッキかわからないという感じでやっていきたいと思います、はい、ではですね、まあ、早速対戦をしていきましょう。お願いします。お願いします。はい、じゃあ配送を決めます。はい、はい、11、はい、7ということで先手もらいます、はい、これ先手めちゃくちゃ大事。いや、そう、さすがにこれだけ禁止解除となると、じゃあそれ7枚オープン。え、お、ええ、お、すごい、どういうこと、すごそうだが、あー、これどういうことなんですかね、この手札これマリガンではお願いします。6枚、6枚はい、チェックします。お、お、いいですね。お、うむ、お、お、あ、まあ、なんとなくね、なんとなくやりたいことは分かったような感じがしますね、これはねこうかな、はい、なんとなくね、やりたいことは分かったような感じがしますね、これね。はい、こちら、もうこの2枚がちょっと言われたこの人頭おかしいんかなと思うんですけど、実はこのガードちょっと特殊な使い道があると。まあ、ちゃんとしっかり動いていけるんでキープです。はい、では当時ね、先日なかったと思うんですけど、まあ先日も、はい、先日あるってクソ強くない、大丈夫、さすがに下で、うん、じゃあお願いします。お願いします。じゃあまずは反射板、反射板おしまいです。まだ出ない、まだ出ないですけどね、はい、うん、早速先日を間違えてきます。トレイヤーセーブ、はい、え、トレイヤーセーブ、はい、どうします。え、もうこれは、はい、じゃあ緊急の角に置いて、はい、緑出します。はい、君があります。あ、ありました、はい、しました。で、赤、うほっタロって赤で俺を着た突発で、はい、はい、じゃあ特殊します、はい、これはもうあのデッキですな。多分まだ見てないけど、おぉリオコラかとか言ってめっちゃランドすごい、あ、すごい、これがね、あ、
というわけで懐かしいの、はい、長期限なんかプレイヤーは2回出してって、はい、両方出さなくなったら終了。はい、というわけで、まあ、何でもまず取りました。はい、あなたから初めてなんで、じゃあ僕からします。見せる。はい、イメラクいきなり嫁出てきたじゃあ、次やつなんか島島、はい、じゃあ僕、アッシュンライダー。アッシュンライダー追放するやつ。追放します。全部やらせて早速ミスか、戦術を変えていれば。というわけで、1戦目は2キル2キルみたいな、まあ、ほぼ、ほぼ2キルです。じゃあ先手、はい、いきます。じゃあ、7枚します。じゃあ、はいはいはい、うん、はいはいはい、うん、おお、なんか禁止感ある。よくわかんないですけど、禁止カードいっぱいあるし、まあフィニッシュにたどり着けそうだし、まあこれがね、あの先ほどの赤いカードを生かす手段なんですけど、まあ感染カードと赤いカードにたどり着けばすぐ勝てるでしょう。というわけでキープ。はい、僕のハンドはこんな感じです。まあ土地も十分あって、でこの回せるカードもあって、まあ、キーカードもあるということで、まあこの2体ね、まあ、そんなにあんまり見ないカードではあるんですけど、普通に出したら、まあ、ほっかちみたいなカードなので、まあキープだと思います。はい。はい、じゃあお願いします。じゃあ早速ペイツしていたしょ。お、いたしょ。見られちゃう、見られちゃう、見られちゃう。また早い。ええ。見た目には出てきてしまう。出てしまう。すごいな。結構簡単にためにウッパできてしまう。まあ、これは警察も動きますよね。心でいけば。はい、ありがとうございます。それは気にしたわ。はい、おっと、まあ、先手なのでここはタップインかな。いいんですか、そんな悠長で。先手で、まあこれはね、よほどのことがない限り一旦目には特徴できないんで、はい、赤溝の方はできるんですけど。はい、了解です。よろしくお願いします。じゃあ、マンゴー入れてもいっておしまいです。はい、おぉ、え、なんか始まるね。そんなにない。そんな大したもんだ。はい、頑張らない。天候ね、下下で、ね、どうしよう。はい、まあ、カリーは怪しさ満点のスタート。さっきはね、大して何も置いてこなかったけど、はい、どうする勝負はゲスト。トレビアのセーブ入ってるし、はい、トレイヤーのセーブがすごく謎。ああ、惜しい。どうしまい。はい、上下かな。上下で、はい、残して終わりです。はい、どうします。え、やっちゃっていいですか。どうぞ。じゃあ、赤出して、はい、はい、じゃあ、前提して献身的な弾を、カスケード、はい、カスケードします。うん、あっ、というわけで、賞金券。はい、賞金券フランスの口で、で、ゼロなんで、カウンター。なるほど、サクラン、サクランスルームで、モダンのビルみたいな。そう、放送ビル。はい、まあ、これが使われてるというのは、環境の速さも物語ってます。じゃあこれはまあ、はい、3日して、僕の中で3日。ほぼ意味がない。よしまいです。よろします、入れよう。お、うなんだ、サクランスルームってことは、ストームじゃない。終わりです。え、あれやね、もう一枚引いちゃったら、いや、もうすぐ。はい、あ、まだいいでしょ。まだいい、はい。ちょっとたまにはトークンくれてみてもいいと思うからな、暇つぶしに。エネルギー、エネルギーが出て、絶対天狗でしょ。100億回これ使って、はい、じゃあ待機します。待機渋いね。待機します。おしまいです。はい、はい、じゃあ、どうぞ。します。はい、ディスカード。ディスカード、はい、これを見せると出来上がれてしまうが、さすがにこんなにはいらないのでしょうがない。え、群れを、これ、これあれですか。禁止に、あ、禁止カード、これ、あれ、あれですね。おぉ、バレたでしょ。あれですね、あの駅、はい、予算もらいます。で、待機開けて、ドロー。はい、ドランとして、おしまいです。どうします。はい、おおおお好きだらけなんだな。まあね、まだ何も見せてないんで、まあ、1枚しかね。
もう出ました、後輩の工作員。終わりです。これはね、はい、じゃあ、はい、撮ります。じゃあ、そしてどうしようか。普通に今、連動しちゃったけど、連動しない方が良かった。連動前に行けた。まあ、行くしかないか。今行ってた。あったかったし。はい。はい。助けてください。はい。はい。ちょきえん。これはね、通っちゃうんです。あれ。ちょきえん、オッケーですか。はい、通りました。通りました。はい。じゃあ、当たるか。まあ、当たるか、いますね。シュン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 。先手で、はい、じゃあ、いやこれはこれ余りが手札が絶えず地味なんだよ。これじゃダメか。そこじゃ余りが、はい、余りがんで、はい、じゃあ、つまい。はい、じゃあ、ついにじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんということは大体終わってます。これはまあ、相手の妨害がなければスッと、え、ちょっと不吉な予感じゃあ、あのデッキ妨害ないでしょう。いやいやいや、はい、じゃあ僕のハンドですね。まあ、これも先ほどと同じくかなりヤバいハンドなので、まあね、はい、言っておりますが、僕も負けない手札だなと思います。お、はい、負けない、はい、負けない、一旦目来るときついな。じゃあ、先手で、下で、はい、いきます。はい、上でいいか。上、いや、上、下、下だな、下に行きましょう。はい、すごい、自慢の良さ、お願いします。はい、休みがで終わりです。あ、なんか嫌な言い方一じゃなければ、はい、はい、じゃあ、お席答えておしまいです。じゃあ、どうします。クリーチャーか、はい、え、アタック、え、揃っちゃってるってこと。あ、どうですか。いいですか。通った後にモーカの群れで大都市を追放してプラス10、プラス0、え、の修正。俺は本当に2キル差でしまった。うん、ここはシミアスピットガイドを追放し負けました。1枚で、ね、1枚しかなかった。このデッキで多分このカード禁止になったはず、うん、感染以外だと多分使われたことない、うん、ないんですが、それぐらいこのモーカーの出た感染クリーチャーとかすごい相性が、ゼロもないそうなるカードはよくない。第1回エリアコンバット2、はい、いかがだったでしょうか。まだ禁止会場ボタンということで、まあ、いきなり結構癖のあるフォーマットそうですね、はい。最近僕、昔のデッキにボコボコにされる役割ばっかり前はピットサイクルまで3時間ぐらいボコボコにされてたから3時間めっちゃ疲れてあれね、結構裏でボコボコにされてたあの日で本当に1日だけでピットサイクル嫌いになったなるほど。いや、でもやっぱ禁止になってだけあって、いや、蚊のパワーが長期限ね、本当すげえ久しぶりに打たれたけど、やっぱすごいね、はい、2ターン目にあんなに出てきたらそれは無理だよ。さ、リビングエンドの日ではない。しかも結構待機が3っていう軽さ、うん、で待機しながら待機カウンターされてもそこから上から続傷してもう一回仕掛けられるっていうのがすげえ厄介だなと。まあ、ドロー呪文も入ってるし、はい、見た目以上に安定もしてて恐ろしい、はい、そうですね。まあ、結構禁止になってるカード持ってるけどなかなか使えたことないっていう人もいらっしゃると思うので、はい、もしよかったらお友達とローカルルール的な、まあ、多分精神的つまずきとか多分つまらない、みんな入れちゃうはずなので、はい、そういうのはちょっとどけといて、はい、なんか皆さんでローカルルールを設定してやってみても面白いかもしれない、そうですね。普段と変わった違ったね、人で違ったマジックやりたいっていう方には結構おすすめかなと思います。はい、というわけでですね、じゃあ以上でハレリアコンバット2終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。